北海道からこんにちは、トミーヒルフィガーです。ディズニーつむつむ、今日もやっていきたいと思いまーすよっ。はい、ということで今日はですね、またまたこちらをやっていきたいと思います。じゃじゃん、30分間コイン稼ぎということで、今日はですね、もう表示しております、こちらパステルアリエル、前回の動画でスキルマックスに無事なることができましたので、こちらね結構評価がいいんですよね。うん、結構使いやすいし、コイン稼ぎもまあまあできるということなので、せっかくなので今月のハムちゃん、こちらとね比較してどれぐらいの違いがあるのかなとかね、そういった感じで見ていきたいかなと思っております。ちなみにですね、実はこれ収録2回目です実はね、さっきね収録したんですけど、ちょっとね不測の事態が発生いたしまして、途中でね30分間のコイン稼ぎの途中で一回中断しなきゃいけなくなっちゃって、ちょっと失敗してしまったので、もう一回今撮り直しております。2回目なんですけども、やっていきたいと思います。私の土平均プレイ世界基準を私のね土平均プレイを持ってね、このパステルアリエルのコイン稼ぎ能力っていう、まあ世界基準を出していきたいと思います。果たしてハムで出した4万ぐらいですかね、はい、30分間でだいたい4万ぐらいの評価だったと思うんですけれども、このパステルアリエルは4万いけるんでしょうか、どうでしょうか、ちょっとやっていきたいと思います。ではアイテムはね、コインプラスと54、この2種類を使ってやっていきたいと思います。一回ちょっとね喋りながらプレイしましょう。さっきも喋ったんですけどね、スタート。さあ始まりました。パステルアリエルはスキルの発動が14と比較的ね軽めのタイプになっております。フランダーがね15なんですね。でフランダーの方が消去数的には多分そんなに多くない、どっちかというとこのパステルアリエルの方が多いんじゃないかなと思うんですけども、スキル発動数もパステルアリエルの方が少なくて優秀と。そう考えたらさ、フランダーの立場ないよね残念ながらね。なのでちょっとかわいそうではあるんですけど、こうやって比較されちゃうとねかわいそうだけど、まあスキルマックスまでね29個とフランダーは少ないんでね、まあその分でちょっと優遇っていう取り扱いにしてるのかもしれませんね。ちなみに今回のこのサブツムとかの関係だと私そんなには感じないんですけど、たまに出てくるサブツムによってはこのパステルカラーっていうこの淡い色がちょっと見にくいかなって思う瞬間あるんですけど、僕だけですか？皆さんどう思いますかね。僕はちょっとねやりにくいなってちょっと思うな。もうちょっとやっぱはっきりしてくんないと、ツムツムってさこう色の判別だからさ、見やすい方がいいよね。うん、私そう思っております。全然増えてないな、大丈夫かな。なるべくねフィーバー抜けた後にこうスキルを使ってなるべくねやっていきたいんですけど、結構ね抜けちゃうんですよね私。何せ土平均なんでね、はい。比較的頑張って、チェーンをねこうつなげて時間をねタイムプラスを出したいんですけど、うまく出ないんだよね。やばい、3000ぐらいじゃないか今、やばくない？全然いってないじゃん。4000いかないこれ、もしかして。そうだ、そんなだかな。ギリ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 寄せだ。こんなもんかなあ。あ、3793
少ないね。めちゃくちゃ少ないね。いや、こんなはずじゃない。1回目の収録はもっといけてたんですけど、なんでだろう。全然いかなかったね。調子悪いです。ちょっと先思いやられますけれども、残りの時間、はい、やっていきたいと思います。多分真面目にやればもうちょっといけると思います。頑張ります。30分終了。今日も疲れました。いやー疲れますね、毎回毎回。ってことで、こちらのパステルアリエルで30分間コイン稼ぎやってみました。ということで、あれから結構ね、やっぱね、うまくねならない。そうそうなるもんじゃないね。まあ毎回そう思ってるんですけど、まず単純にね、増えた枚数ですね、やる前99,228 コインだったんですけれども、今ね135,000飛び48コインになってますんで、その差なんと35,820 コイン。全然増えませんでした。要因としてはね、こちらがとても大きかったと思います。それは何かというと、プレイ回数。そう、プレイ回数が10回しかできなかったんですよね。意外とね、一プレイが長いのか、11回12回いけるかなと思ったんですけど、いけなくて、でその分ちょっとね、やっぱ1回2回プレイが少ない分、4万コインには到達しませんでした。とそんな感じですね。スキルのモーションがやっぱね、もったいないのかな。あとコマゴマね、14個でスキル使うので、多分スキル使う回数どうだろう、まあピーターパンと変わんないか、そう考えると違うなって考えると、やっぱりスキルのモーションが若干長いんじゃないかなって思います。何せパステルは、なんかパスカルみたいに言っちゃったよ。パステルアリエルは喋るじゃないですか、ボイス付き、コレクションがどうのってずっと自慢してるんで、その自慢が長いんだと思うんですよね。まあ仕方ないんですけれども、まあとにかくね、10回しかちょっとプレイできなかったので、35,000〜36,000 ぐらい、はい。あと倍率はね、そんなに悪くなかったんですけれども、平均が4,399コイン、まあ大体4,500弱でしたと。でこれが10回プレイで、私ポミー調べのコイン倍率ですね、高倍率も入れると大体 1.4 倍ぐらいになると思いますので、まあ平均ですね、30分間で稼げる見込みのコイン枚数は 38,586 なので、まあ、38,500 コインぐらいかな、それぐらいになると思います。っていうことで、まあ順位で言うと一番下ですね、ピーターパンより下、そういう感じですね。ヤンオイが39,000ぐらいだっけ、確かそれぐらいだったと思うんで、ヤンオイより若干少ないかな。そんな感じですかね。まあ悪くはないですけれども、まあいわゆる レジェンドツムに入るにはちょっと足りないかな。だいぶね、こういう、スキル連打系は特にプレイスキルが求められてしまうんで、ちょっと考えものかなと思います。
なのでまあ今月ね、積む、今月の新積む6体出ましたけども、やっぱりね、当たりはね、その中で言ったらダントツハムですね。うん、それは間違いないです。コイン稼ぎもまあまあいいし、何せね、スキルマックスまで少ない、12個ということで、とてもね、お得になってはおりますので、今回の確率アップは2体だけだったので、こういう2体、ハムが入ってない状態で引くよりは、ハムが入ってる時に引いた方が、まあ、お得感は出てくるんじゃないかなと思いますね。今月はね、あともう後半、新積むも出揃いましたので、セレクトボックスとピックアップガチャがあと1回ずつあって、あとは新積むの確率アップ。まあ、月末にね、ステッカーブックなんかも予定しております。あと直近でね、急にログインボーナス始まりましたよね。スキルチケットが最後にもらえますんで、皆さんね、毎日ログインしてスキルチケットもらえるようにやっていきましょう。ちなみに、確率アップどうなるんだろうね、最後ね。全部で新積む6体あるんで、6体まとめて新積む確率アップってやると、ちょっとなんか確率アップの価値観が薄れる。ちゃ薄れる気がするので、もしかしたら2個に分けたりするのかな。もしかしたらね、そういう風にやるかもしれないので、はい、ハム欲しい人はね、ハムがやってる時に引けるようにね、コイン取っておくといいと思いますということです。ということで、今月も残り後半戦になりましたんでね、はい、来月のね、新積むの予想とか、まあそういったものもね含めて、ちょっとね、早めに更新していきたいかなと思っておりますので、ぜひ今後ともチェックよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画は以上にしたいと思います。少しでも楽しんでいただけた方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。ポミーヒルフィガーでした。したっけ。